こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。シャワーエンペラー前に行きそうです。バックスボーイそれに続いています。さらにはバブルプリディ、3番プレザントハント、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはプレザントハント、その後ろからはソウルシュア、並んで8番バブルプリディ、その外からバックスボーイ、その隣にシャワーエンペラー、その外からロスウィンズ、ピンクの帽子ナッツハピネス、その後ろ。後ろからの競馬になりました。優勢トップラン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで5番パープルチェイサー、バブルカフェ、この馬もこのグループ。その外にバラードクイーン、並んで2番オールキャニオン、このあたりで各馬第1コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはパープルチェイサー、すぐ隣にプレザントハント、その外にシャワーエンペラー、バブルプリディ、そのうちに続いています。その隣にソウルシュア、オレンジの帽子優勢トップラン、いい位置につけました。緑の帽子ロスウィンズ、その後ろバブルカフェ、すぐ後ろ。その外にバラードクイーン、さらにはオールキャニオン、これに続いてフラッシュワールド、最後方にヤグリ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてパープルチェイサー、まだ粘っています。2番手はプレザントハント、バックスボーイ、3番手優勢トップラン、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はプレザントハント、プレザントハント、先頭。2番手はプレザントハント、あと 200m、 先頭はバックスボーイ、プレザントハント、一気に追いすがります。一気に優勢トップラン、優勢トップラン、優勢トップラン。1着、2着にはどうやらバックスボーイ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。優勢トップラン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オーシャンバンド、好スタート、綺麗なスタートを切りました。シアトルパサー前に行きそうです。オーシャンバンド、それに続いています。さらにはスリーペンダント、13番競泳マーチ、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはスプリングサークル、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から、先手を取ったのはスプリングサークル、その外にシアトルパサー、さらにはスリーペンダント、競泳マーチ、後位をキープ、オレンジの帽子パッショングレイン、その後ろ。その隣にワンデル、その横にオーシャンバンド、内からはフリーブラッド、その隣にメインツリー、並んで6番エイコーンタワー、ブロードカラット、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は競泳マーチ、競泳マーチ、さらにリードを広げます。2番手はシアトルパサー、さあ競泳マーチ、このまま逃げ切れるかどうか。競泳マーチ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はパッショングレイン、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはり競泳マーチ先頭だ。競泳マーチ先頭、2番手はパッショングレイン、先頭は競泳マーチ、1着でゴールイン。競泳マーチ1着、2着はスリーペンダント、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファンシーコンダクト、ビスピーハッピー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくインディアンシャルマン行きました。続いて前へ行くのはファンシーコンダクト、さらにはキュートベルベット14番ハッピードリーマー、その後ろマリースコープ、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。インディアンシャルマン先手を取りました。緑の帽子ファンシーコンダクト、その後ろ好位置をキープしています。カワチサタデー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前に戻りましょう。先手を取ったのはファンシーコンダクト、黒の帽子スクリーンスウォード、その後ろすぐ隣にインディアンシャルマン、すぐ後ろにビスティーハッピー、その外からハッピードリーマー、ここでスクリーンスウォード先頭に変わりました。2番手はカワチサタデー、これは絶好の手応え。インディアンシャルマン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはカワチサタデー、カワチサタデー先頭、2番手はノットアップ、残り 200m、 カワチサタデー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ノットアップかわす、内から一気にカワチサタデー、ノットアップ、ノットアップ1着、2着にはどうやらカワチサタデー、勝ったのはノットアップ、見事な勝利です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ファイブルドルフ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくファイブルドルフ行きました。続いて前へ行くのはストレートセレス、さらにはジャズスワロー、3番エアエクスプレス、その後ろでは前の方から見てみましょう。ファイブルドルフ先手を取りました。アライドフォーシズ、それに続きます。オレンジの帽子プラウドリーフ、その後ろ内からはストレートセレス、並んで4番ジャズスワロー、その外にブロードライト、その外からギャロップウィッシュ、青の帽子カワッチシェル、いい位置につけました。ピンクの帽子ラウンドアスター、その後ろでは前の方から見てみましょう。ファイブルドルフ先手を取りました。すぐ後ろにストレートセレス、並んで13番プラウドリーフ、ジャズスワロー、この馬もこのグループ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアライドフォーシズ、ファイブルドルフ、それに続いています。ストレートセレス、すぐ後ろその隣にジャズスワロー、その外からプラウドリーフ、カワッチシェル、好位をキープ、ブロードライト、すぐ後ろ、さあ先頭は依然として12番アライドフォーシズ、2番手はファイブルドルフ、プラウドリーフ、3番手カワッチシェル、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アライドフォーシズ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はカワチシェル、あと 200m、 アライドフォーシズ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カワチシェル差し切った。カワチシェル1着、カワチシェル完勝、カワチシェル1着、2着はアライドフォーシズ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。宇治山ラウンド前に行きそうです。シュアシップ、それに続いています。さらにはプリンスアポロ、13番マンハッタンワンです。その後ろ後方に控えたのがラグビーデンジャラス。では前の方から見てみましょう。先頭はセイウンスカイ、短期の逃げに持ち込めるか。その外からフェアリーステッパー、内からは宇治山ラウンド、その隣にファッションサンクス、その外にマンハッタンワンです。シュアシップ、その内に続いています。その隣にナショナルハイツ、その外からペルシアンクリスマス、青の帽子パラダイスリージェント、その後ろ、その外からアポロオーキッド、すぐ後ろにプリンスアポロ、最後方にラグビーデンジャラス。ここからドンカスター名物、長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先頭はセイウンスカイ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。さらには宇治山ラウンド、その外にファッションサンクス、その隣にレインボーグライス、その横にダブルマジック、フェアリーステッパー、この馬もこのグループ。内からはマジカルマウンテン、さらにはシュアシップ、赤の帽子ナショナルハイツ、その後ろ、すぐ隣にペルシアンクリスマス、その横にパラダイスリージェント、アポロオーキッド、この馬もこのグループ。すぐ隣にマンハッタンワンです。マザーシャトー、すぐ後ろ白の帽子プリンスアポロ、その後ろしんがりからラグビーデンジャラス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、依然として10番セイウンスカイ、この馬がペースを作っています。すぐ後ろに宇治山ラウンド、その外からファッションサンクス、その隣にレインボーグライス、その横にダブルマジック。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はセイウンスカイ、短期の逃げに持ち込みたいところ。先頭は依然としてセイウンスカイ、セイウンスカイ後続を引き離す。2番手はファッションサンクス、フェアリーステッパー、3番手さあセイウンスカイ、このまま逃げ切れるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。セイウンスカイ先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 セイウンスカイ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はマンハッタンアンです。セイウンスカイ1着、セイウンスカイ完勝、セイウンスカイ1着、2着はマンハッタンアンです。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。セイウンスカイ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はアドマイヤコジーン、あと 200m、 アドマイヤコジーン後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はフリーキャンドル、完璧です。圧倒的な強さを見せました。アドマイヤコジーン1着、2着はフリーキャンドル、これは桁外れの強さだ。アドマイヤコジーン。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はメジロエイト、あと 200m メジロエイト、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はノーブルシルキー、内から一気にノーブルシルキー、メジロエイト、メジロエイト1着、2着にはどうやらノーブルシルキー、メジロエイト、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのは新興スプレンダー、あと 200m 先頭は新興スプレンダー、先頭は新興スプレンダー、ファーストアロー抜けた。2番手は新興スプレンダー、ファーストアロー1着、ファーストアロー1着、2着はベーシンオペラ、これはものが違う。ファーストアロー第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m ハワチウォール粘る。2番手は宮城ロドリゴ、先頭はハワチウォール1着でゴール。ハワチウォール1着、2着にはどうやら宮城ロドリゴ、見事に勝ちました。ハワチウォール大隅大君敗れました。これは掲示板までです。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わったエルナディム、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m エルナディム先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。新興フォレストエルナディム追いすがります。新興フォレスト、新興フォレスト1着、2着にはどうやらエルナディム、新興フォレスト見事な勝利です。